はい、えー、ということでですね、えー、まあ、トモキャスでございます。ちょっとね、今ね、あのー、エラーの方が出てしまったので、ちょっとね、あの、申し訳ないんだけども、えー、この放送に関しては、ちょっと、こう、仕切り直しというか、取り直しというか、そういう形には、えー、なっております、えー。もう1月24日深夜、えー、しばらくぶりのトモキャスでございます。 えー、まあ、見ていただいている方はですね、コメント等していただければ読み上げたりとか、また、えー、お悩み募集雑なわけでございますので、まあ、お悩みなどありましたらチャットもしくは、えー、上がってきてもらってお悩み言っていただいても全然構いません。えー、それに対して解決になるかどうかわからないですけども、えー、僕なりに回答させていただくという番組でございます。えーただえー リスナーさんがコメント、えー、など、えーまあ、お悩みなどない場合、ない場合はこちらの放送は YouTube の方に転載される、えー、放送になります。えー、ですので、まあ、YouTube ご覧の方向けにですね、あのー 誰も来なくても途切れないという、えー、形を目指しておりますので、まあ、YouTube のリスナーさんが見ているという体で、えー、僕はおしゃべりを常にさせてもらっているのでお悩み相談とは全然関係のないことを、えー、誰かが来るまでは、えー、お話しし続けているという限りでございます。はい まあ,ね、あのー、最近えー、まああのー、ちょっとあんまりよろしくないことというか、えー、悲しいことがありましてですねあのまあこの「トモキャス」をですね、えー、ずっと見ていただいてたのかな、まあ、最初の頃から「トモキャスを」を、えー、応援していただいて。 た方にね湊、まあ、ちゃんっていう女の子が、まあ、高校3年生ぐらいのね、まあ、同居人え、まあ、同じ静岡に住んでる女の子がいたんですけども,、えー、もうその子がですね、まあ、突然いなくなったというかというのがあって去年のその年末ぐらいにですねあのなんかあのツイッターがある日突然鍵やかになってで闇やかみたいな感じになって なんか私なんかいなくなっちゃえばインターネットなまあいつものうつ,うつっぽい感じなのかなっていう、メンタル壊れてんのかなっていうのは、えー、なんとなく分かってたんですよ。僕結構、あの、スカイプとかでも割と仲良くさせてもらってて、まあ、あの、まあ、変なことはしてないんですけど、変なことしてたらまずいよね、通報だよ。うん。っていうのがあったんですよ。 で、なんかある日突然ね、1月の頭ぐらいだったかな、まあそのぐらいだと思うんですけど、あの、まあ、ツイッターのフォローが切られてて、まあ僕、基本的にフォロー切られたら、もう関わり合いが向こうは、えー、持ちたくないっていう認識で捉えちゃうので、僕の方もフォロー外しちゃうんですね。なんでもうそれ以降、全く向こうからもメッセージとかないんで、一応 LINE では繋がっているんですけど、 まあこっちもメッセージを送ることもなくということなので、まあ、そんなことがありました。本当にね、どうなったかわかんないんだけども、まあ、もしね、僕の放送、えーまあ、YouTube ないしね、えーまあ、Twitter ないしねあ、見る機会あればフォローしていただいてとか、えー、コメントしていただいて、またとちゃんも、まあ、もしね、僕ともう一回つながってもいいなっていうことがあったらですね、 えー、つながっていただいてっていうふうに思う限りでございます。はい。まあ、それから何話すのかなまあ、最近ね、まあ、結構これもなんですけど、まあ、Twitter の方とか、まあ、Skype の方で、まあ、去年の半ばぐらいからかな、えー、まあ、仲良くさせていただいてた、えー、まあ、女性の方というか、まあ、ね、本人はこれを聞いてるかわからないけども、 えー、まあ、まあ、なんかあのー、まあ、なんだろう、実名出していくの、まあ、ななみちゃんっていう女の子があ、まあ、いるんですけど、二十前半ぐらいかな。が、まあ、ね、まあ、今日1月24日時点なんですけども、えー、なんか、インフルエンザで40度近い熱があるとかっていうのをね、ツイッターでポンとずべてって,て、本当大丈夫かなと。 もう、かれこれちょっと、ねもう、4ヶ月、3ヶ月 ?3 ヶ月もっとか。4ヶ月、5ヶ月話してないっていうのもなんか不思議なことですけども、あんだけ仲良くしてたのにさずーっと半年ぐらい話してねえなっていう。半年まで言ってる半年まで言ってねえか。でも、4ヶ月ぐらいも話してないなっていうのも不思議な話なんだけど。うん まあでも、仲良い,いことには多分変わりないと思うので、これからも仲良くしてほしいなと思うんだけど、まあね、本当、このインフルエンザというのがね、今、ものすごい猛威を振るってですね、あの流行ってるようで、まあ、僕もね、あのー、実を言うと体調をね、まあ、ここ最近崩しててで、インフルかどうかっていうのはわかんないんだけども、 もうその1月のね、あのーまあ、3日,日,日、5日か5日か5日ぐらいの間にですね、なんか原因不明の、あのー、頭痛みたいのがありまして、その原因不明の頭痛が、頭痛なんかちょうどねなんか目の上の辺りが痛くなって、でなんか頭のね左の方、左の上の方のですね血管がなんかものすごい えー、詰まるような気がして、なんかこう、呼吸が、うん、薄くなって、みたいな、うん。それでもうしばらく3日ぐらい、本当にね、死ぬかと思った時があって、で、熱が一、その時熱が1日目に37度くぶぐらいだったけど、もう1回上がって、もう2日目にはすぐに下がってて、まあそんな頭痛、変な頭痛が続いてみたいなことがあって、それで一瞬でそれ通り過ぎたんですけど、 たびたびね、そこそこ気持ち悪くなるようなことが最近もあるんですよ。で、まあ、風邪は引いてるんじゃないかなと思うんだけど、一番怖いのは、咳とか鼻水はそんなに出るわけじゃないんだけど、まあね、血痰ってあるじゃないですか。ちょっと汚い話するけど、僕、あの、ポコってすると血出るんですよ。うん。白血病とか、白血病とか、結核とか、そういう癌とかね。 そういうのの疑いの可能性はなくもないのかなとは思ってますけど、こんな平然としてますけど医者言ってませんようん。なんかよくその、ね、あの死ぬ覚悟はあるのかみたいな感じのことってあると思うんですけど、 なんかこういうこと言うとお前鬱なんじゃないかなと思うんですけどまあなんか死ぬ時は死ぬんだからしょうがないのかなっていうのを思うことあって自分がねいかにその健康面においてですね、まあ、不節制な生活をねあのずっと長年してきているっていう点あ、まあ、少なくともまあ10代の頃はまあ別ですけど、まあ、20年、まあ、半ば 過ぎてはじゃないけど、まあ、23、歳ぐらいから、もう本当にその食生活から、えー、健康面からっていうのを全部考えたときに、自分はまあ,あの、偏ってるわけじゃないですけど、まあ、不摂生な生活とかっていうのをまあしてるのかなと、あの寝てもないし、えー、食べるのもまあ、ちょっとこう、 高コレステロールなものを中心に食べてしまってるのかなとかっていうものもあるし、まあ、体にすごくガタが来てるかなっていうことは、えー、なんとなくわかるんですよね、まあ、不規則な生活とかいろんなものが重なって、まあ、そのストレスとかね、まあ、こういう状態になってるのかなっていうのもあるんだよねうんまあ自分は本当にあのー、ここうん いいのか悪いのか分からないけども、まあ、ここ10年の間っていうのは、ものすごくなんか、あの健康に悪い生活をし続けてきているのかなっていう、まあ、ことは分かってるので、うん、まあ、いずいずれっていうか、このまあ30を迎えて、まあ、今年5月にも31になりますけども、うん、まあ、そんな長くないのかなとも、もう思わんこともないわけですよ。悲しいよね、本当 でもそれに対して、まあ、死ぬことってものすごく怖いことだし、できれば一日でも長く長生きして、えー、自分でやりたいことやってっていうのは思ってたんですけど、まあ、死にたいわけじゃないですよ。死にたいわけじゃないけど、まあ、死んでもしゃあないのかなっていうのは今思いつつある。うん、思い残すことないわけじゃないけど、うんまあ、自業自得かなっていうのは思うんで、これでもしもある日突然癌になって倒れたって言われても、 受け入れる準備はね、もうしとかないとなっていうのは、今思ってる限りです。うんまあ、幸いのことにね、まあ、31になるまでね、あのーまあ、結婚もしていなければ、まあ、子供もいないということなんで、まあ、その親は、両親は健在ですし、兄弟いはいますけども、うんまあ、両親、兄弟いっていう家族以外はもう、なんか残していって、自分が責任のあるね、えー、妻とか子供とか とかっていうのは僕、幸いなことに、幸いっていうの言い方おかしいけども、いないので、まあ、心残りはないのかなとは、うん、思いますけどね。何の話をしてるんだうん。なんか、ものすごい人いないからも、もダダダダ、いろいろ喋っちゃったね。うん。 まあさ、あの、うん。まあ僕ね、あのー、こんな感じで喋ってますけども、まあ基本的にはね、あの普段はですね、えー、文章を書くお仕事とかも結構してたりとかするんですけど、まあそれもそれでね、まあの仕事はあるんですけど、まあ不況のあおりじゃないですけどもな、まあやっぱ、あのー、 基本的に僕ライティング業なんですけどあの企業さんから依頼を受けて在宅で仕事するっていうことがあの非常に多くて会社に出社してるっていうよりも、まあ、フリーで企業さんと、えーまあ、やり取りをして案件をもらってっていうやり方を、えー、してることが非常に多いんですけどまあねそういうフリーランスー っていう、えー、肩書きを持った方々っていうのが現状でなんかものすごいこの日本でも増えてきて、まあ、そういうねあのー、ねえ、まあ、アウトソーシングっていうかまあねあのー、クリエイターが、まあ、は働き方として あの会社に出社するんじゃなくて、まあ、在宅で、会,あのまあ、会社に所属してるんだけど、在宅でっていう人もいれば、会社に所属してなくて、会社と独自に契約して在宅でっていう、まあ、結局出社しないというスタイルの、えー、働き方っていうのが今、えー、ものすごく流行りつつあるんですよ。まあ、実際フリーランスっていう言葉って、まあまあフリーターもものすごく似てるんだけども、 まあそういう、えーあのー、時間給でっていう雇われ方をせずに、まあ、成果報酬でっていう形で雇われる方っていうのがまたこれ大半で、まあ自営に近い形なんですけど、 まあ、アメリカとかだとね、えー、もううフリーランスで働く方ってもう実は4人に1人ぐらいいるんですよ。日本ではまだ、えー、常識ないっていう見方されてて、えー、ちょっと前も本当ここ2、3年ぐらいなら認められました、したっていうのは、えー、知ってますけども、もそれ以前はね、認められてなくて、あの、まか、まあ、日本ってどうしても、あ、あのー、なんていうのかな、まあ、会社に属してないと。 っってていいう、えー、見方ってされるわけじゃないですか要は正社員とか、まあ、契約者に、まあ、分かんないけども、まあ、正社員様が絶対的な正義っていう見方っていう、えー、それはあるんじゃないですか。まあ、安定しててとか、えーまあ、いろんな厚生年金に入れたりとか、まあ、いろんなメリットはあるんだけども、正社員っていうのが、とかね、公務員とかね、まあ、そういうのがまあ、まあ、安定してるっていう見方されるんじゃないですか。うん まあ確かにね、あの時間給、時間給っていうか、月給、えー、月固定の給料で雇われていれば、まあ、仕事は常にもらえるし、拘、え、束、ー、時間はもちろんありますけども、うんまあ、それがえ一番、まあ、ポピュラーというか、まあ、ベーシックというか、 あまあ、それがね、働き方として、一番、えー、多くの方が働いている働き方ですけども、まあ、その次にまあアルバイト、パートタイマーとかっていう働き方もありますよね。まあ、契約社員でもアルバイトでもパートタイマーでも別に正社員じゃなくても僕はいいと思うんですけど、まあす,まあ、すでにその月,月固定給料とか時間給で働,か働くっていうことは、まあ、その能力給ではないので、当然、あの時間に対しての拘束 っていううのはもうある話なんですよね。だから今多くの、えー、社会人の方とかが、うん、Twitter、まあまあ、周りの身内もそうですけどもやっぱりその時間に縛られてしまっているっていう自分が自由になる時間がないっていうことでものすごい悩んでいる方っていうのがいて。 まあそれはね、もちろん、あの、会社によってまちまちですけども、普通の会社っていうのは大体、まあ、月曜日から金曜日、もしくは月曜日から土曜日、まあ、週6日、5日ぐらいは勤務、えー、月稼働にして大体、まあ、20日から20、まあ、日から24日ぐらいの勤務日数を持っているので、まあ、拘束時間にすると、まあ、仮に1日8時間だとしても、えー、どうだろうな、まあ、 月にね、まあ、180時間ぐらいの、もうちょっとかな、まあ、大体180時間から200時間ぐらいの時間をですね、えーまあ、会社のために尽くすことになるんですよ。まあ、この時間数っていうのは、要するに、まあ、1日あたりに換算すれば約3分の1、えー、多い人であれば2分の1を、えーまあ、会社に通うことに、まあ、捧げると。 人間の睡眠時間、平均睡眠時間がだいまあ、えーまあ、6時間、まあ、どのくらいかわからないですけど、6時間からまあ、8時間ぐらいだと思うんですよね。平均的に。でそう考えると、まあ、会社が仮にフるため、まあ、8時間の勤務、まあ、1時間休憩挟んで9時間だとして、まあ、寝る時間が8時間としてですよ。えーまあ、そうすると、もうそれで16時間っていう形なわけじゃない。まあ、9時間か9時間と、まあ、8時間で、まあ、17時間じゃないですか。 でそうすると、残りの残ってる時間って、まあ、約、えー、7時間ですよね、えー。この時間が自分の自由になる時間。でこの間に、まあ、食事をしたりとか、お風呂に入ったりとか、出かけたりとか、遊んだりとか、まあ、いろんなことを7時間の間にする。これってどうですかっていう。 人生の3分の1を寝て、人生の3分の1を仕事して、で人生の3分の1を自分の時間に使う、えー。であればいいけども、現代人って8時間からオーバーして、えーまあ、下手をすれば12時間ぐらい労働しててっていうのはあるんですよ。仮に12時間だとしたらもう自分の自由になる時間4時間しかなくて、その中でお風呂入ったり遊んだりとか、いろんな食事したりとかしてたら、正直自分の時間なんか合ってないようなもんですよ。 それでいて、まあ、その、えー、お給料っていうのが、その月固定の給料っていうのが、まあ、上がらない傾向、えー、まあ、大体ね、その、大手は別ですけども、まあ、えー、中小の、えー、企業で、 考えると、実はこれ平均月収っていうものが、まあ、あの、まあ、例えば30歳、私のような年齢を基準にした場合、まあ、年収にして400万弱、300万後半から400万弱、で、まあ、あの、手取り額が280万ぐらいかな、と、えー、いう形になるので、月にすると、 まあ、あの20万手取りであればいいのかなっていうような、えーか、なるわけですよ。で、この20万から、まあ、例えば家賃が、えー、これが、まあ、東京とかと、まあ、関東の方はちょっとわからないですけども、僕はちょっと都内からはかなり外れているところなので、まあ、安いところであれば、まあ、アパートとかでも、えー、5万ぐらいであるところもありますけども、基本的にはまあ、6万円から7万円ぐらいは、まあ、一人暮らししててもかかるんですね、家賃で。 まあ僕は一人暮らしじゃないですけど。で、そう考えてくると、まあ、21万の給料の中から7万円っていうのをバーンって出して、じゃあ仮に7万だとして、じゃあ残りいくらもありますか ?14 万です、えー。で、その中からまあ食費やら、光、えーまあ、熱費やらっていうのをその他諸々、携帯代やら携帯代1万ですよ。まあ、この人の物々やってくるとほとんどお金なんか残らないなっていう、えー。それでも中でも貯金4万ぐらい月にしてる人も中にいるけども、もう正直難しいよねっていう。でここで何 何が言いたいかっていうと、まあその会社で宿われてても、でこれ、ねあのー、会社で宿われてても、えー、まあ、50代とか、まあ、60代になった時にまあ年収にしてまあ、600万から800万ぐらい、えー、が限度になってしまう。えー でしょで、老後までに5000万ぐらい貯金しなきゃいけないとか、いろんなことあるわけじゃないですか。いや、無理だって言って、それで年金払ってとか、保険料払ってとか、もいろんなことあるわけですよ。で、お金はどんどん出てくる。お金はどんどんかかってくる。それではちょっと、あの、会社員としてやってって、無理なのかなっていうのは、思うわけですよ。 じゃあ、あの、GA フリーランスで、じゃあ働いてたらそれがじゃあできるのって言ったら、これもまた厳しいな話で、えー、例えば GA フリーランスで働いてる人本当はピンからキリまでで、まあ、下手をすると本当に月、えー、10万いかない、まああのーまあ、僕もフリーランスでやってたりすることあったので、よくわかるんですけども、もう本当に月10万いかない月もあれば、これが、えー、60万とか70万の月もあればみたいな、えー、本当ばらけてて、結局年収トータルしたら、 カラリーマンに負けててしまってたみたいな感じのこともやったとあるわけですよ。でそれでどうなのっていう、それで、あのー、保証もないしとかっていろいろあるわけで、うん、それってどうなのと思うんだけども、まあ何やってても正直やっぱ厳しいよねっていうのは、うん、思う限りですね、それでいて、あのー、なんだろう、まあ、ね、人によっちゃ、両親の介護というか、 まあ僕ぐらいの年になってくると、その両親がだいたい50から60ぐらいになってきて、まあ、下手をすればもう定年退職になる年齢なんですよ。で僕も、あのまあ、親父がいるんですけども、も親父当然同居してて、あの今年定年退職を迎えるという形なんですけど、もう親父が、ね、正直にった話あの、リタイアしたい。 っていうようなことを、まああの、この間告げられまして、えー、でも正直言ったら、リタイアして、じゃあ、その年金を65からもらうわけなんだけども、その65までの間何もしないっていう、アルバイトもパートも、えー、まあ、その自営も何もせずに、本当にリタイアしたいっていう言い方されると、その生活の工面っていうものをあ、あの、ものすごくこっちに求められるわけですよ。 えー、ただ、あの、固定月給で働いてる身では現状僕はないので、あの、そこまで見られるかっていうとなんか本当謎で、で、どっかでね、あの、まあ、僕今サラリーマンじゃないんですけど、もう一回そのサラリーマンに戻ろうかなと思も思わんこともないんですけども、 じゃあ果たしてサラリーマンになって、その固定月まあ、職種によりますよ。もちろん職種によるけども、まあ大体その零細企業とか中小企業で、うん、固定月給20万ぐらいかな、中で働いて、じゃあその、まあ親父の面倒とかね、そのおふくの面倒みたいな感じのをね、じゃあ5年間見てみたいな感じのことが、じゃあやっていけるのかなって言ったら、なんかそれも謎なのかなと思うんですよね。 だし、えー、まあ本当にね、あのーじ、こういうの見てるその女性の方々も、まあ本当に分かってほしいんですけど、あのー、年収1000万の人じゃないと結婚しないっていう考えって、別に悪くないと思うんですよ。年収1000万以上の人しか私結婚しないわとかって言ってる。でもね、年収1000万っていうのはね、本当にね、あのー、社長とか、えー、スポーツ選手とか、 まあ上級公務員とかね、うん、ちょっと医者とかその弁護士とかね、あの特殊な仕事してる人とか、本当にねあの、ごく限られた層しか1000万超えの年収してるやついないぞっていう。 でね、あのー、やっぱり、うん、女性の方々もそういうことを言う中で、その、専業主婦したい。もう会社辞めて、まあ、リタイアしてっていう言い方あれですけど、会社辞めたい。リタイアしたい。専業主婦になりたい。まあ、男で言うなら、紐になりたいっていうのありますし、女で言うなら、まあ、専業主婦になりたいという、まあ、手のいい言い方ですけども、 まあ自分は働かずに旦那に働いてもらって面倒見てもらおうっていう考えをしている女性がすごくいて、うん、もちろんあのお金がある男性っていうのは素敵だし、まあ、もちろんそういう方もたくいらっしゃりますけど、大体の男金持ってないからねっていうのはね、本当うん、思うんですよ。現代の男性そんな金持ってないからねっていう。うん だ例えばデ、そのデート一回行っても、やっぱその風潮としてね、ここを男が出すべきなんじゃない、まあ、年上が出すべきなんじゃないかってのもそうだし、ここを男が出すべきなんじゃないか、先輩が出すべきなんじゃないか、いろいろあるじゃないですか、そういう。もう、そういうこと自体が、考え自体をなくさないとダメだからねっていうのは思います。あ金持ちが金を払うのはいいんだけど、ね、基本的にはあの、みんなイーブーなんで、その女性が男性に対して、まあ、あの出してくれ、 るんでしょっていうもう出してもらったら当たり前なんでしょみたいな考え方はね僕本当にねあのやめた方がいいと思うんですよね。その善意でねあの持ってる方が出すとかっていうのは全然いいし、うん、でも基本的に例えば恋人間でもそのデートの際はもうあの男が出した方がかっこいいけども,あのもう男が出さなきゃダメだからねっていうようなのはやめましょうねっていうのが僕も思うんですよ。 うんまあ、こういうこと言ってるからまたあの恋人できないんだけども、うんまあ、僕もねあの昨年の、まあ、5月ぐらいからもうその恋人がいなくてっていうか, <laughs> いうかまああれなんですけど <laughs> まあ元カノと別れたことはまあ後悔してないんですよ、うん、まああの どううしようもない人間だったんで、うんまあ、あのまま付き合っててもねっていう、えー、お互いに不幸になるだけだしねっていうのはもう目に見えて分かってたので、もうそれは全然後悔しないんですけど、なんかね、まあその <laughs>、そういうね、えー、ことをね、あのー、理解した上で、まあ、付き合いとか結婚とか考えないと。 要はまあ、あのかあののか夫婦共働きじゃないと、えー、結婚できるような世の中じゃ基本的にないんだよって。だけど男のプライドとして女一人ぐらい、えー、子供一人ぐらい食わしていきたいってなるんですよ。ただ、それとは別にね、その会社勤めしてても給料が上がらないっていう現状に苦しんでる方っていうのは多分多いと思うんですよ。うん。 で、まあ、バイトとかね、パートとかっていうのあしてる方もいますけども、バイトとかパートとかものすごい舐められてるじゃないですかあ。基本的にフリーターとかね。でもね、実際現場の方ね、その会社で働いてる方は分かってると思うんですけど、実際バイトとパートと、その正社員とか契約社員とか、まあいろいろあるけども、そういう中に業務の差っていうのはね、ほとんどないんですよね、実際。責任は違いますけど、業務の差というものは基本的にないんですよね。 携帯が違うだけでそれも不思議な話ですよね。うん。片や時間給え方や月給、方、えー、や社会的にものすごく保証、まあ、えー、大きな保証を受けてるのに、方や保証を受けられていない。で、また方や、えー、まあ、まあ、普通だけども、片や偏見の目で見られるという。これもなんかね、格差があるなっていうふうに思う。えー もともとこの国はね、格差社会なので、えー、金持ちと貧乏の、えー、貧富の差もありますし、でその貧富の差に苦しんだその貧乏の中でね、えー、また正社員だ、契約社員だ、パートだ、バイトだ、ホームレスだっていろいろ階層があってですね、もう本当にね、あ差別、えー、階層社会だなと思う。うんまあ、結局ね、その、まあ、二割 2割のね、えー、金持ちがですね、えー、ものすごい額のお金持ってる。もう年収1000万クラスの人探すんじゃなくて、えー、年収1億以上10、ね、持ってる人を探した方がいいと思うよっていうのは、そういう方はね。1000万クラスなんかね、そうそういるもんじゃないから。だったら1億、1億いるわけないじゃんと思うけども、ぐ持ってるやつはとことん持ってるからね。持ってないやつはとことん持ってないよ。うそういう世の中なんですね。 今日もね、27分この放送が終わるので、とりあえずこの枠は閉じたいと思います。誰も来ませんでした。トモキャスでした。最後にですね、この動画良かったと思う人は、高評価、またコメント、チャンネル登録等ですね、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。トモキャスでした。はい、ありがとうございました。